で2号4号も今のままいけば起こさないで済むと思ってます。で私のところにも実は菅総理大臣から電話がありまして、何時頃どうなるんだと、今朝の11時です。菅総理大臣から電話がありまして、 PCV 弁当に関しては最悪の状態を考えろと、微量であっても外へ出るんだから外へ出るときには、避難区域を20キロに変えるんだからなるべく早く連絡をよこせというご連お電話をいただきまして、分かりましたと、変わるようでしたら今夜連絡しますというふうに答えてありますが、変わらないと思ってますので連絡はしません。